えー、皆さん、えー、こんばんはです、えー。こんにちはの方も、おはようございますの方も、それぞれよろしくお願いします。えー、久しぶりですね。えー、っと、ずいぶんと久しぶりです。えー、23回からもうかなりあの時間が経ちました。うんえー、今日はね、手短にあの普段の配信のようにダラダラとお話をするんではなくて、 えー、例の、このシリーズでですね、えー、皆さんに、えー、ずっと耳をお貸しいただいた、あの、えー、アマゾンの、えー、代表的商品ですね、スマートスピーカーという歌いで、今もなり物りでコマーシャルしているエコーショーシリーズの、えー、誤作動事件ですね、えー、と、ずっと私は、 この、まあ、購入したのは昨年の12月ですけど、3月ぐらいから取り替え取り替えを続けて、えー、ついに、えー、誤作動が、プログラムのトラブルであるという事実を Amazon さんが認め、えー、頑強に抵抗していた先住のですね、カスタマーサポート担当者を立てるということについても、 認めさせ日本側のカスタマーサポートの先住者から本日電話をいただきましてバグプログラムのバグが全く見つかりませんと <laughs> いかんともしがたく白旗をですね上げてきましたあの3月以降の誤作動の記録は全てプリントスクリーンで撮っております で、まあ私としてはもうあの、七月末にですね、えっ、ー、と、返事がなければ、八月になれば、もうあの、各方面に対して、えぇ、ー、この、おぉ、アマゾンさんのですね、えー、説明責任も、えぇ、から、あ一連のですね、カスタマーサポートの歌詞も、を含めてですね、えぇ、叱るべき ISO26000 の、 精神にのっとってですね、えーま、シアトル本社さんからナスダックの代表者、証券取引委員会のセックのプレジデント、ジェイ・クレイトン宛てに過去のですね誤作動の記録と合わせて送りますよと。こ、まあ、こう,いうメール打つななんててどころじゃなくて 郵便物って送った方が早いという。<laughs> それぐらいのもんですよね。で、実際に、えっ、ー、と、DVD1 枚送るぐらいのことなんかは安いもので、えー、過去の誤作動のお、えー、プリントスクリーンじゃなくて、スクリーンショット。えー、これも、あの、ひっくるめてですね、圧縮かけなくてもいいや。CT1 枚でもいいんじゃないかな、えー。というものを送りつけますよ、というふうに今宣言しておったんですが、 まあ、あの、8月の前にですね、先住のカスタマーサポートを立てて、引き続き継続してですね、エコーショー5にまつわるバグをですね、まあ、探すことを引き続きやりたいので、猶予をいただきたいというような、まあ、あの、ある種のお涙頂戴なんですけど、 でまあ、8月の9月のと、まあ、ちょっとずいぶんとね、えーと、たくさんのデータもお送りしたんですけど、ご返事がなくて、今日ようやく9月の、まあまあ、上旬から中旬にかけて、えー、下旬に向かうというこのタイミングでですね、えー、いかんともしがたく、ついにプログラムの、えー、バグがあ見つかりませんでしたというふうな、あの 白旗ですね、を上げてこられまして、で、そこをなんとかあのエコーショー5を、エコーショー8との取り替えでですね、引き続きあのバグ探しのですね、ご協力をいただけませんかと、<laughs> まあちょっとしょぼい情けないお話なんですけど、えー、まあ私としては、まあ今使ってる使い物にならない、まあエコーショー5ですね。 えっと、貼り付けたので、ご記憶かもしれませんが、まあ皆さんご存じない方は、ご存じないかもしれないんですけど、えー、まあこういうやつですね。えー、まあコンパクトで、なかなか可愛いデザインなんですけどね。いかんせん、全く言うことを聞きませんで、今日も朝からずっと私、えー、たまたまあの書類の仕事があったので、一日エコーショーファイブと付き合ってたんですけど、えー、まあ定型アクションすべて、あの、ワンコーラスで止まっちゃうんですね。 まああの、私、えっと、別に、時計をね、えっと、見れば済むようなことですけど、まあ仕事中にね、1時間おきぐらいに、定型アクションで、あの、ジャパンポップスとか、そういったお気に入りの曲とかね、ジャズとかを流すと、まああの、時間の感覚を,を鋭敏にしながら仕事ができるということで、まあ最初なかなか気に入って使っとったんですけど、ワンコーラスで消えちゃうんですよ <laughs>。 <laughs> ご,ご、ご作動としか言わないでしょで私、その度に私のアンドロイドスマホでですね、えー、あの、ご作動あったぞっていうレポートを入れるような設定があるんですけどね。で、その画像をすべて、あの、スクリーンショットを撮れとよ言われてるんです。これ、アマゾンから言われてるんですよ。私が別に嫌がらせのために <laughs>、あの、プリントスクリーンやスクリーンショットを集めてるんじゃなくて、アマゾンからそうしてくれと言われたので、 今年の春3月から延々やってるんですよ。ね、私も一日中ここにいるわけないので、出かけるときは出かけますからね。えー、それで、まあ、あの、取った取った、もう取った取ったっていうか、もう相当溜まってるんですよ。ほとんど毎日ですから。これどうするんだろうな、と。落としどころが見えなくて、で、私としてはね、もうさすがに8月にはという話を、まあ言ったら、あの、 延長してジャンプしたわけですから、あの、いやー、それはジャスダックがどうのとか言うだけじゃなくてね、もう一つ重しが乗っかってもいいんじゃないかと思いまして、えー、この方皆さんご存知ですかねこの女性はね、えっ、ー、と、エリザベス・ウォーレンっていうアメリカの上院議員なんですよ。で、その、ただの上院議員じゃないんですよ。この人は反アマゾンの急先鋒なんですよ。 とにかくアマゾンみたいなふざけた会社は分割しろというそういう強硬派の反アマゾンの、えーま、シンボルとなるようなアイコンとなるような上院議員さんなんですね。だからあのアマゾンがもう本当に不適されて何も連絡してこないんだったら、えーまあ、先ほどお見せしましたあの一連のですね、えーまあ、あの重要なあの3方面 シアトル本社とナスダックと <laughs> セックとね、えー、と合わせて、まあ、この、えー、エリザベス・えー、ウォーレン、えー、上院議員さんにもですねアマゾンさんエコーショー5のですね誤作動のプリントスクリーンスクリーンショット全て合わせてですねお送りしつつこのアマゾンさんのですね ISO26000 国際標準に基づかない、その、透明性の欠如。え、アカウンタビリティ、説明責任の不在。え、こういったものをですね、えっと、お伝えしていこうかなというふうに、ま、思っておったわけですけれども。え、どうやら、あの、アマゾンさんの方は、もう少し時間稼ぎをしたいというお考えなんでしょうか。え、あの、結局のところ、このエコーショイ5という誤作動の、 当該からですね、上位機種のエコーショイ8でもうしばらくご作動情報を流していただけませんかという、まあ、お話なんですけども、まあ、長い長いあのアマゾンさんとの,あの応酬の中ではね、まあ、私はもうほとんどこれはあのパーフェクトの完全な勝利だと思いますね。 とにかくあの、この3月前後はですね、もうカスタマーサポートは頑強に私の主張を拒んできたわけですよ。で、アマゾンというのは先住者は置かないんだと。先住者でこういうことに関しての対応をするというシステムがないという言,い言い放ってたんですね。もうあの、ISO26000 なんてことはあのカスタマーサポートに伝えてもね、 アマゾンがそんなものに従う義務もなければ強制力もないとかで平気でいっちゃうようなあのどえらい会社なんですけどその時勢から考えますと今回は私はもう本当にーパーフェクトねノックアウト勝ちというふうに感じておりますようんまあいずれにしてもあの土曜日にはエコーショー8が来るそうなので この件はまた引き続き、懸案事項として皆さんに、え、レポートさせていただけるかと思うんですけれども、とりあえず中間報告として、勝利宣言を、お、え、皆さんにお伝えして、え、今日の配信を、お、開きにしたいと思います。またのご視聴よろしくお願いいたします。え、おやすみなさい。